改めまして本日のゲスト三山ひろしさんでございます。よろしくどうぞお願いいたします。お願いします。まあ、芸能界で趣味人って言いますとですね、まあ、僕もよく存じ上げております。結婚式の司会もしました所ジョージなんでございますけども、この所ジョージを上回るというのが三山ひろしさんでございまして、本当多趣味だね。いやもう見事でございます。暇を作るのがあんまり好きじゃないもんですから、何かやりたいなっていう、はい、そういうことで常に、つまり自分を休めることはないですね。何か面白いことはもう、いつも湧いて出てきますね。出てくる、何かやりたいなっていうのは、じゃあ湧いてきたものをですね、ちょっとその一部だけでもご紹介いたしましょう。はい、三山ひろしさんにですね、趣味履歴書を書いていただきました。はい、こちらです。ずらっとたくさんあるんですけれども、まずは幼少期から見ていきましょう。はい、3歳蓄音機で昭和歌謡を聞くことに夢中になる。そうですね。はい、そして6歳、祖父の教えを受け竹細工を作ることにハマる。はい、これは竹トンボ、竹鉄砲、竹刀、はい、竹かごなどなど。こんなアクティブな子供がいたんですか。いやもう3歳から。そうなんですよ。もうそれぐらいの時からずっと山に行くのが楽しくてしょうがなくて、とにかく山に行ってまず一番最初にするのは竹を切るための、そのノコギリとナタを腰につけるところから始まるんですよね。ほうほうほう。でそで山の中に入っていって自分の好きな竹を切ってきて、この竹一本で何ができるかなを考えるっていうのが楽しかったですね。そうなんだ。はい、そっからスタートですか。そっからスタートなんですよ。大体それやってると一日中遊べますね。はい。友達はいたんですか。友達もいたんですけど、やっぱりお友達とその遊びがちょっと違うもんですから。なるほど。山に行って、こう竹を切って何か作って遊ぶっていうのは、あまりお友達やってなかったですね。だよね。だって山君の年齢から言いますと、もうゲームなんか流行ってた。そうですね。いわゆるファミリーコンピューターみたいな。子供の頃はね。はい。だって我々が子供の頃の遊びだもん。今彼が住まい最初に着手したっていうね、竹トンボ作りとか水鉄砲作りとかね、全部あの、まあ、おじいちゃんに教えてもらって。そうか、おじいちゃんが教えて師匠なんですか。そうなんです。私の、まあ、おもちゃを作る、竹で作る何かっていう時は全部師匠が自分のおじいちゃんだったんですね。ああ、そうですか。はい、であれですか、あの、雨の日なんかこう出かけられなかったりなんかすると、台風の日とかそういう時はどうするんですか。そうですね、まあ、たまたまその山に遊びに行く日が雨になっちゃったりすると、まあ蓄音機ですね、やっぱり室内で音楽を楽しむ。ですから、以前番組でもご紹介したあの蓄音機を聞いて、で過ごしていくという。この間直してくれた蓄音機は、その時聞いてた蓄音機なんです。そうです、そうです。3歳の時に。そうです。はい、そうですから、やっぱりあれがなかったら今の自分がないので、それでやっぱりどうしても直したいっていうので直して。蓄音機の音を最初に耳にしたのは何歳ぐらいの時ですか。それこそその3歳の時に初めて別れの一本杉を聞いて。3歳の時に。はい。で雨が降ってるじゃないですか、しとしとと雨が降っている杉の木立が向こうに見える山の中で、そのレコード盤1枚置いて針を落として音が流れる、あの何とも言えない静けさ、そしてその静けさの中に流れるあのギターのタラララララララ、もうたまりませんね。最高の休日ですよね、本当に。はい、それが小学校時代ですか。それが小学校時代です。言ってみれば。はい。へえ。だって聞いてるとやっぱ歌いたくなるもんですから、その時はあのいわゆる昔8トラっていうのがありましたけども。ありました、8トラ、ね、あの8トラのカラオケの機械がありまして、それでもう山の中ですから、もうどんなに叫ぼうが何しようが関係ないので、もうバンバン歌って。家は山の中にあったの。私のおじいちゃんとおばあちゃんの、まあ、家は山の中にあって、私自身は、まあ、ちょっと市街地に出てきてて、まあ、住んでたんですけども、休みになるとそのおじいちゃんおばあちゃんのとこ行って遊ぶという、そういう子供の時代ですね。あ、そう。はい、じゃあおじいちゃんおばあちゃんの影響が相当大きいわけですね。もうおじいちゃんおばあちゃんの影響をもう一番受けて育ってますので、どちらかというともう親の影響はもうほとんどないぐらいの感じですね。そ、歌好きな歌手やなんかでもおじいちゃんおばあちゃんが好きな歌手からスタートするわけ。そう、そうです。自分の好きな歌手はまだいないので、やっぱりおばあちゃんが好きな三橋さんとか春日八郎さんとか、まあ、そういった方の歌を聴き、それが好きになって、それが自分のその歌の、まあ、源流といいますか、流れの元になってるんですよね。カラオケで歌ってたのは誰が多かったんですか。
まあ、やっぱり春日次郎さんの赤いランプの衆列車とか、いいですね、八虎に入ってるんですよね。夜霧は白く分かれば青く、ランプは赤い衆列車って、そうそうそう、これ宮地道夫さんっていうね、はい、ダブル宮地健二さんっていう、ダブル健二さんっていう漫才師がいたんですけど、はい、その片方の方がですね、春日さんの専属司会者で、ああそうだったんですね、うん、シャン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 、夜霧は青く別れは赤く、いい、ね、ランプは赤い終列車、春日八郎28年思い出のデビュー曲、赤いランプの終列車っていうと春日さんが歌いだすっていう、いいですね、いいですね、最高ですね、最高ですよね、はい、あそっから入って、そっから、ね、あと灰田勝彦さんの新説とか、それ全部その八虎に入ってるんですよね。あ、そう、はい、そういうところからその音楽を覚えて、うん、まあ、歌うようになってっていう、うん、そんな感じでした、ね、三橋道也さんも影響を受けた、受けましたね、うん、はい、三橋さんの歌では当時つまり聴いてる懐かしい名曲ってどうだったの？やっぱり哀愁列車もそうですし、いいですね、あとあの、うん、寄ってくだまくととさの声に泣いて飛び出した吹雪の夜道という、あ、そうです、あれ、あ、こういう吹雪、そんなこと知ってる同世代の人はいないんじゃないかと、誰もいませんでしたね、いないでしょ、はい、そうですよね、幼少期にものづくりに目覚めた三山ひろしさんはその後どのようなことにハマっていったのでしょうか。プラモデルにハマる時期があるわけですね、はい、これが13歳ぐらいの時、もうそうですね、中学生ぐらいの時に、やっぱりこう車が好きですから、カーモデルを作りたいっていうので、まあ、作り始めたんですけども、やっぱり13歳の出来なんですよね、ですからやっぱり自分が大人になってちゃんと作れるようになったらきちんと作りたいなと思って今頃また再燃してるという感じですかね。今、あ、プラモデルに、その時のやっぱりこの塗装とか、うん、やっぱり道具を変えない、あ、そういう、そうか、あの家庭事情がありまして、それ何も道具を変えなかったもんですから、うんうん、完璧な仕上がりがやっぱりねできなかったんですね。そこはやっぱりちょっとこう、うん、まあ、道具もそして技術もちょっといろんな方に教えていただいて、少しずつ上がってきたもんですから、今もう絶賛ハマってますね。ハマってますか、はい、プラモデルに、これはですね、はい、今自宅のあのプラモデルを入れているショーケースといいますか、もんなんですけど、これプラモデルですか。あの上から順番にこう並べてるんですけども、はあ、もう三山さん本当申し訳ない、俺ね車のライセンスも持ってないぐらい車知らないんですよ。ああなるほど、教習所の教習員と喧嘩しちゃってやめちゃったんです。そうなんですか。18の時、そうなんですか、勉強取らず。そして三山さんにプラモデルを持ってきていただきました。そうなんですよ、はい、これもあれですか、完成品のプラモデル、これはもう今までの、まあ、中で一番出来の良かったものをですね持ってまいりましたけども、ちょっとカメラでご自身撮れるよね、はい、せっかくですからちょっとね、ドローンで撮れるぐらいの人ですから、こういう感じでございまして、あ、これあの長谷川さんの、車なんですけども、日産のサニートラックのロングボディというですね、車なんですけど、本来はですねこれ窓とかドアですね、これ開かない仕様なんですけども、やっぱり開けちゃいますよね。開けちゃうんですよ。こうやってね開けちゃってですね、これ中のこの部分がこれポイントなんですけども、いやいやいや、下のあのフロアマットのところにですね、粉末をこう振りかけてるんですけど、これフロッキー粉末と言いまして、非常にこの細かいあの微粒なこのね、毛なんですよね、フロアマットのように見えるというですね、あ、本当ですね、そういう風になってるんですね。へー、そんな凝り方をしてるんだ、はい、でこれドアはもちろん開かないものを開けるようにするもんですから、ヒンジの製作も必要になってくるんですけども、こういうのを作るとですね、これがパカッとこう開くようになるんですよ。これを作るのにかなり苦労しましたね。いや、一番見せたいところなんですよ、ここが。ありがとうございました、どうも。はい、今、終わりですか。今ですね、数少ないお仲間が拍手してると思います。ありがとうございます。はい。そんなわけでして。で見せていただきました、これ。ああ、ここまでプラモデルに来ると、もう本物ですね、これはね。動画も作られたっていう、
宮山さん、あ、大丈夫です。動画も、ね、動画もそうなんです。動画も作ったんですよ。動画って何？これ自分が作ったプラモデルを、綺麗に写して撮りたいということで、まあ、1メートル四方の撮影ブースを用意しまして、で下にガラス板を用意して、すごい、1台ずつこう撮ってみたんですよ。全部国産車ですか、これ？そうです、全部国産車です。リアル。これなんか昭和35年ぐらいの車ですよね。これが今の、今の車ですね。三山商会の車、三山商会、これデカールも、ね、自作ですからね。はあ、自動車部品のことならって書いてますからね。そこがポイントなんですよね。これお仲間いらっしゃるんですか？いません。いないね。たった一人でやってるの？やってるです。なんで車好きになったんですか？やっぱりなんて言うんでしょうかね、今道路で見ない車を、まあ、作りたいなというのもあるし。それ昔見たってこと？そうなんですよ、独特なこうフォルムといいますか、ああいうのはなんかやっぱり好きなんですね。